ダニーシュ・シプリアーニは、イングランドのラグビーユニオン選手。ポジションは、フライハーフ。1987年、イングランドのロンドンに生まれ、2003年には地元、クラブワスプスラグビーの下部組織に参加した。その後イングランドの16歳以下代表、19歳以下代表のスコットに選出されている。2007年に、ワスプスのトップチームの試合に出場して、 プレミアシップデビューを飾り、フライハーフとして活躍した。2008年のシックスネーションズでイングランド代表に選出され、20歳にして代表デビューを飾った。しかし、大会期間中に深夜ライトクラブから出てくるところを写真に撮られ、出場予定だったスコットランド代表戦のメンバーから外されるという出来事が起こっている。2011年、 ワスプスを退団し、オーストラリアのスーパーラグビーチームであるレベルズに2年契約で参加した。しかし同年シーズン中に、クラブの決まりに反して、深夜に外出したことを咎められ、次の試合のスコットから外され、さらに遠征メンバーからも外されるなどした。2012年、レベルズを離れ、イングランドのセールシャークスと契約し、プレミアシップに復帰した。2014年、 6年ぶりにイングランド代表に選出され、2015年に自国で開催されるワールドカップへの出場を目指していたが、31名のワールドカップメンバーには選出されなかった。2016年2月、次の2016年から2017年シーズンからフルスノワスプスに加入することが発表された。2018年5月、グロスターへの移籍加入が発表された。 2021年3月、バースへの移籍加入が発表された。トラブルメーカー、問題児として知られ、イングランド、オーストラリアの各クラブに所属していた時にそれぞれ問題を起こしている。その素行の悪さから、長らく代表から遠ざかっていた時期もある。2014年には、動物の倫理的扱いを求める、人々の会による、反手側運動に参加し、 上半身裸の写真が広告に使用された。プレイスタイルとしては、ディフェンス面で、たびたび課題を指摘されるもののパス、キック、ステップなどは、天才的であり、フライハーフとしては手堅くゲームを、コントロールするというよりは、創造的にゲームを展開するタイプである。ありがとうございます。